菅沼忠栄は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、野田菅沼氏三代目当主、上野阿保藩主、天文十一年、菅沼忠氏村の子として誕生。はじめ、駿河国、東う海国の戦国大名、今川義元に仕え、工事二年に、父、佐田村の戦士により、家督を継いだ。永禄三年五月の桶狭間の戦いで、 吉本が戦死した後は、いとこの西郷清委員と共に、三河国の松平氏に帰属した。ところが A64 年7月29日、今川法から野田城を行為されると、定密ルラは抗いきれず勧告を受け入れて、海上降伏。やむを得ず隣軍八名軍の親戚、西郷氏のもとへ逃れて死服した。雪辱の木は早くに訪れ、A65 年6月2日に、 野田城を野衆。城代、稲垣市春を打ち果たし、残存兵を退散させたため脱海できた。ただし、野田城の損壊は警備では済まず、防御力の劣る大野田城を手直しした上で、仮本拠と定め、同時に野田城の集築にも努めることとなった。三河から今川勢を一掃し、さらに、とうとう見せめ入りを拡索する徳川家康の意向を組み、 A61 年には、東東海侵攻に先立って、敵型の怪獣工作に携わり、東東海稲佐軍飯野屋の同族、菅沼忠久の調略に成功している。同年12月からの東東海侵攻に従軍、飯谷の南方、行務城攻略で功を挙げた。家康に従い今川氏の圧力から解放された菅沼氏ではあったが、元気年間には今川領であった。 駿河国を併合した会、武田氏による遠東江東、三河方面への侵攻を警戒。特に元気2年には大規模な遠東江東、三河侵攻を仕掛けてきた武田氏との攻防を繰り広げたとされているが、近年では元気2年の進行は、長篠の戦いの前提である天正3年の出来事であった可能性を指摘されている。元気4年正月に、室町幕府15代将軍、 足利義明の信長包囲網に交応した武田信玄に抗議された。帝栄は防備を強化した野田城に立てこもりしたら定道らと共に1ヶ月の抵抗を示したが、水の手を断たれたために2月15日に海上降伏して囚われた。ところが武田軍は信玄の容赦悪化により、この一戦を最後に正常作戦を中止し帰国。その後、 信長法移毛の画界、正常作戦の停止により、東海地方における緊張が緩和されると、同年3月の人質交換で、家康法への帰算が叶った。同年夏には、長篠城を奪還するなど、三河、東東美方名への反抗を行った家康に再び、従うと、天正3年5月には、織田信長、徳川家康連合軍と、武田勝頼との決戦に参戦。 同月21日の早朝、堺忠司率いる飛びガス山木集隊の一員として、先行を挙げ、武田軍への雪辱を果たしている。豊臣政権下における、家康の関東違法では、上野阿保に一万国で敗される。慶長5年、関ヶ原の戦いでは、江戸城留守教役を務めた。また、戦勝によって、次男の定め直が、伊勢長島二万国に数を転付された。 慶長9年7月18日に死去。死女12人に恵まれた古福者ではあるが、竹千代の命を継がせた長男には先立たれているため、定め直が家督を継いだ。定営は野田菅沼氏という一族の支流ながら、武田軍に囚われることがあっても一度も家康に弓を引くことがなかったため、 その功績が高く評価され、徳川政権下においても子孫は、一族中最も繁栄している。なお、従来は、元気二年における菅沼氏との合戦において、以下のような動向が説明されている。元気二年初頭に、信濃から南下し、菅沼本家のために菅沼氏を降らせた、武田家臣の秋山虎重に対し、さらなる難心を阻むべく三河わしたら降り、竹広において、 合戦に至った。定衛は、西郷氏や冒夫佐田村の妹婿となった、死から佐道らと防戦し、一時的に武田軍を退けることに成功する。勝ちきれなかった、秋山虎重は、力押しの三河切り崩しから方針を転換する。秋山勢は、田根菅沼氏を通じて、菅沼氏の各士族に降伏を促したが、定衛は、降伏を拒否。そこへ、 虎ラに、武田信とを率いる主力が加わった、武田軍から標的にされると、同年4月28日、いまだに、大野田城を仮本拠としていた定一等は、本格構成を受け、防戦もできずに退散させられた。そればかりか、吉田城まで行為、威圧する武田軍により、奥、三河を蹂躙された。ありがとうございます。